ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は日蓮宗身延さん詩院幅の坊林是賢さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、じゃあ今週は林是賢さん、身延さんの幅の坊の住職、とおしゃべりをしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、身延さんですよ、ね、身延さんです。はい、身延さんには、うん、僕何回ぐらい来ましたかね。なんか気がつけば結構な回数お参りをさせていただいたり、まあ宿坊にも泊まらせてもらったりとかしてきましたけど、うん、はい、うん、はい、まあそこ身延さんには、まあ、宿坊って言ってパッとイメージが湧かない人もいるかもしれないけど、泊まれるお寺っていうことですよね。うんうん、そうですね。宿泊施設でもあるっていうことですね。でもある。はい。そう。うん、が、何軒というか何か寺ぐらいあるんでしたっけ？宿坊が20ありますね。20。うん、20が固まってますね。うん。まあ、そんだけ、はい、まあ、泊まれるっていうことなんで、うん、宿ということなんですけど、うん。うん、はい。まあ、その中の、うん、幅の坊の幅っていうのが橋っていう書く、川端さんとかのよくある場所、ね、うん、そうですね、うん、そうですね、そう、うん、あれをあの字で幅の坊ということで、まあ、うん、その字の通り、少しあれですかね、その身延さん久遠寺という、日蓮上人の、うん、まあ、お墓もあるお寺っていうことになるんですよね。はい、そうですね。うん、総本山なのかな。そうですね。はい。ですね。で、その久遠寺を中心に、まあ、そこにお参りする人たちが泊まれる場所として宿坊があり、その宿坊の中で、まあ、どっちかっていうと、久遠寺からちょっと歩く場所にあるっていうことで幅の坊ってことで間違ってないですか。ちょっと違います、ね。ちょっと違う。ちょっと違う。今の久遠寺、まあちょっと歩くとすると、はい、今幅の坊一番久遠寺は近いんです、ね。近いんだ。近いんです、まあ。確かに結構近かったなと思いましたね。うん。ああ、いや、一番境内には近い。その高低差もそんなにないので。そう、横に歩いていく感じですからね。ああ、そうですね。うん。でも何が橋かっていうと、うん、その、今の身延さん久遠寺の場所は、もともとは、今の場所ではないんですね。あ、そういうことか。まあ、西谷っていう場所に、ご相和日蓮上人がお住まいでらっしゃった。はいはい。ところがあるんです。ご相和の跡が。うん、今、ちょっと原っぱ、ぽくなってるとこですよね。ああ、そうですね。綺麗に、苔もそうですね。そうそう生えてますけども。そこが身延さん久遠寺だったんですね。もともと。そっかそっか。確かに。西からすると結構東側、うん、東端ってことになる。東、本当そうだ、その通りですね。うん、東の端の場所。ですね。うん、はい。そうですね。まあ、それが、久遠寺が、今の場所になって、はい、近くなったと。うん、そうなんです。はい。だ
から、まあ、もともと一番、そうですね、うん、一番端っこだったのが、クオンジが近くに寄ってきてくれたから、今では、端の場所のお寺だけれども、一番近くなったっていう。本当にありがたいことです。はい、そうです。はい。その、まあ、まあ、宿坊がたくさんある中でも、やっぱ、なんか皆さん、進めてくださるのが幅の坊さんで、だから、僕は結局、みのぶさんの宿坊経験は幅の坊でしかまだ体験してないんですけど、でも一回やっぱ泊まらせていただくと、いや、まあ、またここがいいなって絶対思っちゃうんで、まあ、多分、次回もそうすると思います。ありがとうございます。はい、まあ、そういう、やっぱでもその宿坊体験の、うん、ね、宿坊って参拝をする体験なので、という意味ではそのただなんか 宿として良かったっていうことだけじゃなくて、そこの宿坊っていうぐらいで、うん、なんでやっぱそこもお寺なわけ で、うん、でそこの、ね、住職さんとかお寺の方との交流なんかも参拝巡礼の時のすごく大きな醍醐味の一つだと思うんですけど、まあそういう意味でも林上人と交流するのは、まあね、お参りする人にもいいだろうなって思いますね。僕もすごくいろんなお話聞かせていただいて、ああ、いえいえ、こちらこそ本当ありがとうございます。うん。うん。で、まあ今週はその林上人、林さんに、この身延の魅力とかも、お話を伺いつつ、まあ、いろいろちょっとおしゃべりをしていきたいなと思うんですけど、はい、そうですね、どこから行こうかな。あ、林さんはその幅の坊生まれってことになるんですか？そうですね、祖父の代から幅の坊の住職をしてますね。うん、三代目ですね。林家としては三代目。うん。じゃあ、ね、林さんが生まれた時は、まだおじいちゃんはご存命だったんですか？まあ、健在、そうですね。うん、そっか。はい。健在で住職をしてましたね、祖父が。じゃあ、もうずっと、うん、そっか。環境で育って、うん、そうですね。まああまりお寺で育ってきたっていうなんか思いはなかったですけどね。そうですね。あそこって、まあちょっと身延行ったことない人にイメージつかないかもしれないけど、はい、まあ、ものすごい急な階段、門から入ってて、ものすごい急な階段、菩提亭。菩提、菩提を弔うとかの菩提。うん、そうですね。ですよね。うん。悟りへ至るための。ための。ですね。で、悟りはニルバーナで、はい、うん。うん。で、階段の数がニルバーナ287段あるとかっていう。いや、そうですね。その通りです。噂で、数えたら本当にそうだったっていう。うんうん。うん、確かそう、そう、うん。数えて登ったんですけど。そうですか。ええー。いや、うんうん、でもね、一段一段がでかいんですよね、あれ。そうなんですよね。うん。だから、ちょっと、浅くて高い。そうなんです。あ、そうそうそう。だから、浅くて深い。高いです。つま先で、高い、うん、一歩一歩が、大きい、まあちょっと崖っぽい、うん、階段なんで、287段ぐらい余裕じゃんって思うかもしれないけど、うん、案外大変で、うん。うん。っていう、まあそういうところを登っていった、高さのレベルと、そんな変わんないところに幅の坊さんがあるので、はい。うん。だいぶ高いところにあって、うん、あそこ、小学校とかってどうやって通うんですか？歩いて帰ってましたよ。あ、下、下、下まで門前町まで降り。地上っていうか、うん、門前町の方にあるんですね。門前町からまただいぶ歩きますけれども、お、
あの小中高と、まあ、集まっている、まあ、地域があって、はい、まあ、そこまででも浜の坊からだったら歩いて、まあ、40分とかですかね。徒歩40分 か。そうです。だから下まで門前町まで行って、はい、でその当時は集団登校でしたから、うん、まあ、みんなで集まって学校まで歩いていくと。うん、そうですね。で帰りも集団下校、うん、ですなんですけども、うん、やっぱり大体門前町でみんな友達とはお別れをしてしまうので、うん、最後の坂登るのは自分だけがあるんですね。まあ、そうですね、自分と、うん、あと、まあ、もう一人だけ、もう浜の坊の上の集落に一人同級生がいたので、まあ、たまにそのこと歩いて、まあ、登って帰ってきましたけども、ああ、そうですね、小学校自分じゃ、なんでうちはこの山の上にあるんだと思って。恨み節じゃないですけども、なんでこんな自分だけ辛い思いしなきゃいけないのかなとか思ってましたけどね。そっか、40分往復を毎日やったわけですね。でもそんなにお寺を意識せずに育ったということですか？特別な、なんか感覚はなかったと言いますか、同級生、お寺の同級生もやっぱりいましたし、うん、うん、まあ身延さん、まあ、まあ、その地域的にも、まあ、なんか自然、うん、自然なものと言いますか、お寺がまあ日常と言いますか、うん、まあ確かに、あ、逆にね、その、うん、な、身延さんあっての町っていう部分も、うん、大きいと思うんで。うん、そういう意味ではね、なんかお寺の子だから特別とかっていうよりも、みんなにとっての中心としての身延さんっていうものなんで、なんか、うん、逆に意識しないかもしれないですね、確かに。うん、そうですよね。やっぱり関わってる人たちがやっぱりもう身延さんの関係であったり、うん、そうだよな。うん、そうですよ、うん、そうですね。あまり一般の、その、まあ、あの幅の棒のある場所もそうですけれども、まあ、あまり、なんでしょうね、他の一般の住宅がないと言いますか。はい、はい。そうか。みんなが、なんか何かしらの形で身延さんに関わってるような地域ってことですもんね。うん、そうですね。うん、そうですね。そんな感覚でしたね。そうか。じゃあ、まあ、宗教、うん、まあ、宗教都市、まあ、都市っていう感じでもないけど、まあ、宗教の街だから、そういう雰囲気の中で、まあ、包まれて育つわけですよね。そうですね。ごく自然ですね。うん、だから、それが、育ってきた環境に、うん、まあ、染まっているといいますかね。どんな感じなんですかね、うん、それって。いや、面白いな。あの身延さん歩いてると、あの日蓮聖人のやっぱり、お墓ということもあって、日蓮聖人にお会いする場所っていう意味では、うん、その日蓮宗だけじゃなくって、立正佼成会とか、まあ、いろんなね、その日蓮系の、はい、まあ、新宗教の人たちも結構来たりして、で、そうですね、うん、割と集団でなんか白装束というか、そうですね、なかなかの迫力の集団が結構こう出くわすじゃないですか。ああ、そうですね、うん、あれもし、まあ、そんなもんかなっていう感じなんですかね。そこで育つ、まあ、そう、うん、そうですよね。なんだ、なんでしょう、あの疑問も持たないでくれますし、そう、うん、幼心に、何でしょうね、あれは何だとか、なんかあまり考えなかったのかもしれないんですけども、うん、まあ、うん、まあ、そのお題目の声で育ってますし、この日蓮宗系では、日蓮宗ではない、このお題目の
この、お唱え、まあ、唱え方も馴染んでますし、うん。うん。やっぱそういう本当に、何百人とかでお参りをされると、こう、白石を使って、はい。で、お題目をお唱えして、うん。で、身延さんをこうお参りをして歩くっていう、やっぱ声がその、まあ、時期によって、すごく身延さんに、こう、聞こえてくるんですね。うん。うん。だからそれも、うん。どちらかというと、そっちのお題目の方に馴染んで来ていたかもしれないですね。数が多いですからね、また。ああ、そうですね。そういう方も、宿坊に泊まられることもたくさんあるわけですもんね。そうですね。坊によっては、本当に、まあ、門前町の、宿坊にこう分宿をして、泊まりますけどね。幅の坊はほとんど、やっぱり昔からなかったので、やっぱ遠いので。そっかそっか。こう集合するのに、やっぱり都合が悪いですよね。幅の坊は。なるほど。じゃあ、幅の坊は、まあ、個人参拝者の方が、まあ、メインだったってことですね。そうですね。個人、最近というか、近年は個人の方が割合としては増えてきましたけれども、うん、昔はその団体参拝。はい、団参って、ね。お寺さん、団参、ね、そう、団参ですね。旦さんが多かったですね、20年、バスでこう大量に乗りつけて、バーってこう来る。ああ、そうですよね。うん、あ、そっかそっか、それの、まあ、新宗教の方というよりは、日蓮宗の方の旦さんっていう感じですね。そうですね。うん、そうそう、そうなんですよ。それが、まあ、多分実際そうだったんだろうと思うんですけど、やっぱり、参拝スタイルもね、変わってきましたからね、随分。うん、いや、そうですね。最近、やっぱ、団さんはちょっと、要は、なんていうの、ツアー、集団バス旅行みたいなのがあんまり流行らなくなり、まあ、まだないことはないですけどね。どちらかといえば、まあ、みんな個人旅行をするようになったっていう流れの中で、幅の坊さんも、うん、まあ、そういう個人の方でも、例えばそれこそ、なんか、女性の、まあ、一人旅とか、うん、まあ、ちょっと、女子旅みたいな、女子会かわかんないけど、まあ、そういう感じで、来るような方でも、フラッとこう、うん、なんだろう、入りやすい感じの宿坊を作って来られたっていうところですよね。うん、そうですね。そう、まあ、今でもそう、したいなってずっと思ってますけどね、うん。いやいや、だいぶなってると思いますんで。はい、うん。まあ、じゃあ、今週は、その、はい。宿坊から見える身延の話もそうだし、まあ、あれこれまたおしゃべりしていきたいと思います。じゃあ、今日はこの辺でありがとうございました。はい、ありがとうございました。いつもテンプルモーニングラジオを聞いてくださりありがとうございます。2021年2月17日より全3回のオンライン講座音の巡礼山の巡礼身延さん編を開催します。これまでゲストに出てくださった日蓮宗のお坊さんと身延さんの音を聞きながら対話をし、音を通じて仏教を体感するひとときをお届けします。参加申し込み方法など詳しくはノートマガジン松本商家の北条庵または音の巡礼をご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。
全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
法を向け先絶大乗無常法諸官議事諸安楽賢治南行六六新行異行指導楽億年弥陀仏本願次年即時入筆上唯の上昇如来語王法大悲具勢音天人菩薩造論説奇妙無下光如来絵修たら献身実光線を超大誓願光遊本願力栄移動群上昇一心気入苦毒大崩壊筆逆入大へ収集特使蓮華造世界即小心如法照人有本の理現人図入生自問自を解本師頓乱両天使上皇乱小菩薩来三蔵流士十上経盆上専業喜楽法天人菩薩論中言法道因果見性願大下猫ゆたり少女心唯心枠前凡夫新人法小知小知即涅槃必死無慮光明度小宇宙上開復権同釈結晶同難所唯名浄土活入満禅寺力遍言集円満徳語感染症三不三思見音語増末法滅度一生増悪地具税四安如うがい生明化禅道独明仏性意光愛上三陽逆は光明明語見因縁海入本願大誓願行者少女金剛心行
き一年総合よい大と逆算に即所保証し キャストはノートマガジン松本商経の北条庵よりお送りしました。
お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。